ヘイ、セイ、ジャンプの山田涼介24が4日、東京、赤城神社で行われた日本テレビ系主演ドラマ、もみ消して冬から我が家の問題なかったことに13日スタート。土曜、50.00の制作発表に和装で登場した。年末は東京ドーム公演に NHK 紅白歌合戦への初出場。 年始も二日から撮影するなど多忙だが、終わってからお餅をついて新年会をやって、例年以上にお正月っぽい幸せなスタートが切れましたと報告した。書き初めでしたためた今年の抱負は新たな顔。ドラマで演じる東大卒のエリート警察官に絡め、普段しない顔をやってるので、2018年はそういう一面も見てもらえたら。 僕のことクールとかいじっちゃいけないとか見てるかもしれないですけど取り季節したが公開会見を見守ったファンからは失笑が山田は自分で勝手にそう思っているのでと口を尖らせていた。